どうも、さらば青春の光、森田です。もう今や本当、佇まいは線路じゃないですか。一本行こうかっつって、やっぱりね、このヤンキーとかにこうやられて長いるで、たまに、はい、ショーレース決勝決めた時、バチンみたいなスラムダンクはさらば青春の光だ。オーシャンズ TV。 はい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 。でも本当に何ていうんですか、桜木やらルカワやらいますけど、やっぱ一番感情移入しやすいのは、僕はやっぱ背ちっちゃいから宮城亮太なんですよね、やっぱり僕はね。はい、チビの生きる道はドリブルしかねえだろっていう、なんかあれは、なんか俺サッカーやってたんですけど、俺その時は体力めちゃくちゃ自信があって、結構バテなかったです僕は。そのフルにあれしても、なんかちょっとこう宮城からいただいた部分というか、宮城はチビの生きる道はドリブルしかないだろうっていうバスケットのあれですけど、なんか自分にこうちょっと重ね合わせて、とりあえず俺はもう体力には自信があるから、もう動き回れる、そのフルで動き回れるやつでいるべきだっていう感じ、これが俺のほんまに生きる道じゃないかみたいなのは当時ありましたけどね。女の子追っかけてる感じとかもなんかね、僕にちょっと合ってるというか、綾子さんあれしてる感じとかも合ってるなっていう。俺はね、当時から好きでしたよ、綾子さん。綾子さんは可愛いなっていう、春子よりも綾子さんの方がなんかね、俺やっぱちょっとこう年上の女性に惹かれる部分もあるから、尻に惹かれる感じというかが好きなんですよね。はい、俺はやっていいですか。俺はやっぱあそこっすわ、あの安西監督のこれはなんかちょっともう笑てもて、このシーンはまああれはね、井上先生も多分ちょっと見せ場というか、ちょい見せ場のつもりで多分書いてるとは思うんですけど、あそこがね、やっぱ俺はね、笑ってまうというか、はい、ちょっとギャグ要素も入れるじゃないですか、スラムダンクって。なんかね、なんやろ、そのギャグギャグしてないじゃないですか、あそこって。ほんまに真剣なとこやし、三能線やしっていうので、のなんか真剣なところに、真剣な人が変なことやるっていう、あれがやっぱなんか緊張と緩和というか、なんやろな、なんかでもそういう意味じゃ、なんかちょっと笑いに通ずるところというか、狙ったボケじゃないけど、これも狙ってるんですけど、なんか絶妙におもろいなんか空間というかっていうのはあると思いますね。そう、本人も無意識でやっちゃったあのグー、多分あのグーだけじゃダメなんですよ、やっぱりね、このやっぱ椅子から降りたっていうところがいいっすよね、やっぱあれ、あのシーンは。俺あれ人生で結構やったと思うもん。あ、スラムダンクの名言、俺は、よく言ってたのは、蚊がいる鉄夫が来て鉄夫にバンバン殴られる、あれよく使ってましたよ俺、中学高校ぐらいの時。俺もようあのヤンキーとかにこうやられて、蚊がいるっつって笑ってくれんすよヤンキーがまあもう一回やられるんですけど、結局なんていうんですか、生きる道で言うと、なんか結局こういうキャラのやつって、いかにヤンキーからいじめられないように周りに見せるかっていう周りの女子に、あいつはいじめられてるんじゃない、いじられてるんだって見せないとダメなんですよ、やっぱ俺らみたいなやつってってなった時に、やっぱり誰もが知ってるネタでこうヤンキーを笑わせると、ヤンキーも、あ、こいつはその悪いやつじゃないしみたいな、なんやったらこいつおもろいやつだっていう認識にさせるといじめられなくなるんで、その辺のやっぱ教訓は得たかもしれない、この辺から。はい、やっぱ誰も呼んでないやつなんかあの当時いなかったですから、スラムダンクを。何やろな、名言、今パッと浮かんだだけでいくと、あのミッチーの静かに白いがいいっすよね、白いがいいっすよね、白じゃないんですよ、静かに白い、ここいい、いいがつくのが なんかいいっすよねこの音が俺を何度でも蘇らせる。はい、今仙道見て思い出したのは、やっぱ仙道が戻っ、あの狙ってるぞ、陵南戦の、最初の初戦で練習試合で仙道にそう、あの決められてるから、仙道が狙ってるぞっていうシーンなかったでしたっけ、最後陵南戦の、うん、あれもいいっすよね、あれも教訓というか、同じ鉄を踏むなよっていうのはありますよね。でベタ中のベタですが、やっぱり諦めたらそこで試合終了ですよは、誰もが諦める時に、諦めかける時に
スラムダンク読んでる人間なら誰もが頭に描くじゃないですか。でめっちゃベタな言葉なんですよ多分。もう昔からある言葉やけど、多分そこで諦めたらそこで試合終了ですよっていうのは、あの当時初めて出た言葉やと思うんですよね。結局その試合終了っていうことに例えたっていうことが、でも一番分かりやすい言葉になってるっていう、うん、なんかそれはやっぱさすがやなと思いますよね。でそう、諦めたくなるときにあの言葉が絶対に飛んでくるじゃないですか。そっかーって、諦めたら試合終了かーってやっぱちょっと思うじゃないですか。まあそれでも諦めることはあるんすけど、やっぱなんかあれによって一回こう考えさせられるというか、まあ、三能戦なんて特にね。だって後半いきなり、10点差に10点差つけられて、で追いついてまた10点差に10点差つけられて、やっぱ僕らもそういう人生やから、やっぱりね、うん、それでも最後勝つっていうのはやっぱこれが別に奇跡じゃないっていうのがいいじゃないですか。そのスラムダンクって結果やっぱポテンシャルが秘めてるやつらで、そのなんていう、いわゆる漫画じゃないというか、まあ漫画なんですけど、ちゃんと、説明できる勝ち方してるわけじゃないですか。っていうのがやっぱいいっすよね、なんかね、うん、だからファンタジーになってないから、だからいいんすよね多分。だからリアルで入ってくるというか、だから俺らの多分人生にも重ね合わせやすいというか、いやまあ これは劇的ですけど、でもなんかありえない話じゃないというか、っていうのがやっぱいいなと思いますけどね。オーシャンズ TV、 そうですね、やっぱ僕は高校も留年したし、そう4年行ってるんで、日陰はもうめちゃくちゃ日陰やと思う。こんなにキラキラはしてないですね正直。中学とかはサッカー部とかでなんかちょっとこうなんかひょうきんなやつというか、まあ漫才とかやったりとかしたりとかしてましたけど、やっぱ高校入ってから急にやっぱちょっと陰キャみたいになって、でやっぱ松本人志の影響すごく受けてるんで、だからちょっと暗くないといけないんじゃないかとかそう無理に明るくは振る舞わない方がいいみたいなとかもあったんで、やっぱちょっと日陰にはいたかもしれないですね。桜木のことは何一つ共感できないですね正直。天才ですからって言えないですからね、うん、やっぱり本当だから主人公なんですよ。そうだから自分は芸能界で主人公ではないっていうのは分かってるから、ここに憧れないっていうのは分かり、はい、ありますね。ルカワは何やろな、ルカワなんか今考えたらルカワってなんかキャラの感じでいくと、さらば青春の怒りって桜木とルカワみたいな、ちょっとなんか、はい、暗いやつで何考えてるか分からなくてみたいな袋だっていう、まあ、一応僕は明るいやつでみたいな感じそのよく言うとですよ、よく言うでたまに、はい、賞レース決勝決めた時バチンみたいなそう普段全然別に喋らんし、はい、仲も別に良くないしとか、たまにこうバチンみたいないやよく言うとですよ、無理やりここに落とし込むとですよ。確かにでもあの歪み合うじゃないですか。はいはい。うん、そうですね。うん。うん。そうですね。そうですね。スラムダンクはさらば青春の光だ。いや怒られますよ。めちゃくちゃ怒られますよ。そのスラムダンクファンから。いやルカはそんなエロいやつじゃないんだよ。憧れ、まあ、仙道かな、やっぱそういう意味じゃ仙道とか沢北とか、まあでも仙道かな、やっぱなんかナンバーワンって感じがしますよね。一番なんかそのひけらかさないじゃないですか、あれがいいっすよね。そのこっちひけらかしちゃうんで、ね、すぐに褒めてほしいとか思っちゃう。そういった意味ではやっぱ仙道に憧れ、あれぐらいその落ち着いて評価はいずれなんか周りがするものだみたいな感じでいたいっすよね。キリンの川島さんじゃないですかね、はい、その佇まいとしては、はい、あの人ってずっと面白かったんですけど、今めちゃくちゃ評価されてますけど、そこまで能力の割に世間からの評価って最初そこまでなかったと思うんですよ。でもなんか結果徐々に世間も追いついてきてみたいな、もう今や本当佇まいは仙道じゃないですか何やっても何振ってもやってくれるみたいな、絶対に受けさせてくれるとか、そのって考えたら、そうで佇まいのあの静かさというかは仙道な感じしますけどね、はい、一本行こうかの感じというか一本グランプリじゃないですか、ね、一本行こうかっつって川島さん、オーシャンズ TV。
丸尾とかね川田の弟三木尾か丸尾だから三木尾か、はい、三木尾とかはそれはね組みたいですよね。もう置いてるだけでいいですからね。なんか言ったら突っ込んどきゃいいんですから三木尾が。三木尾はタレント向きですからね三木尾は本当タレント向きですよマジで、はい、何も考えずやってりゃ売れる感じしますけどね三木尾は。福ちゃんとかね、ちょっとこうなんかミラクルが起こりそうな感じというか、で言えば福ちゃんじゃないですかね。で努力してくれるから福ちゃんは、はい、って考えると、はい、福ちゃんかもしれないですね。おもろいのはあいつですけどね実は、池上でしたっけ、両南の両南のオールバックというか、あ、はいはい、池上ですよね。やむちゃ的面白さあるじゃないですか池上なんか本気でやってんのにしょぼいみたいな、なんやろな、あれはあれでこう重宝されやすいところではあると思う。ジモンさん的、はい、寺門ジモンさんみたいな本気でやってるけど変だな、あの本気さがおもろいっていう。福ちゃんかミキオかな、楽なのはミキオはい、ね、それで言うと松本、実は松本ってここ平たく見たらめっちゃうまいんでしょあれ松本って、多分そのやのになんかだいぶモブキャラじゃないですか。実は沢北とのちょっと下ぐらいのオールラウンダーのうまさじゃないですか。でもなんか三井のなんか引き立て役みたいにされて、あいつは疲れてるとか言ってなんかその松本の報われなさ、このスラムダンクにおいてのとかはなんか共感するというか、いやなんとなくお笑い好きでネタとかもめっちゃ頑張ってきたけど、なんかそのやっぱりこの芸能界というところでおいてはもう本当に天才だらけやから埋もれる感じっていうのはすごい共感しますね。腐らずにやらないとっていうのはあるんですよ絶対に。だからちょっと麒麟の川島さんに思うのは、最初松本やったんやろうなっていう、それが今や仙道の佇まいというかっていう、なんかちょっと思うなっていう、はい、めっちゃ能力高いです松本って。普通に考えたら代表入るんですよね多分、もしこの選抜でって考えたら。でも、スラムダンクのこの三能戦の中ではなんかあんまりなんていうんですか、目立たない存在というかっていう意味では、自分もなんとかいろいろ頑張ってるけど結局各分野の天才たちにボンっていかれるわけやから、だからなんかそこの切なさとかはちょっと共感するかなっていうのはありますね。でも腐らず徐々に徐々に徐々にやってりゃ、なんかいつかは俺も仙道になれんじゃないかとか、なんかそういうのは思いますけどねだって一ノ倉の方がインパクト強いんですから、はい、あの張り付いてるあいつが。でも芸能界でもあの役はおるんですよね、言ったキャラの強い、ああいうキャラの濃いやつはあれしかできないけど、それで飯食ってるやつはいますからっていうことですよね多分ね。でもそれこそ宮城亮太ですよ、あのチビの生きる道って、俺らの生きる道はもうネタしかないからっていう、そうネタだけはおろそかにしたらかっていうのは未だに思います。それはだからもうここ他で負けててもネタだけは絶対にっていうのは、うん、思いますね。そうなんか収録でうまくいかんかったなとかって あってうまくいかんうまくいかんうまくいかんで、なんかネタ番組とかってなった時に、いやここだけはあのやるぞっていうとか、はい、いうのはありますけどね、うん、オーシャンズ TV、 そうですね。でもだから結局まあ言ったら、まあ、ちょっとあのダサい言葉でいけばオンリーワンを教えてくれるんじゃないですか、やっぱりなんかであるべきだっていうことを教えてくれる気はしますけどね。各キャラに名シーンがあってっていう、それみんな一緒でっていうことじゃないですか、うん、いやこんな響きますいやダサい言葉ですよ、その言ったらもうね何年前に生まれた言葉やねんって話ですけど、おのおのの人生だ言ったら重ねれるもので、しかも別にそのここは劣っててもここはねを伸ばせば勝てるとかで思わされるんじゃないですか、やっぱり、うん、やっぱもうそれはもうあの売れてる人っていうのは絶対にすごいですから、売れてる だけでまず売れてる時点で、はい、そのおのおのがなんか世間の人はこいつは思んないこいつは思うっていうのはあると思うけど、その凄さで言うとやっぱ俺らからしたら売れてる人は全員すごいっていう、
のはありますね、はい、自分的にはこの人の笑いあんま好きじゃないけど、でも売れてるってことはすごいってことなんだっていうのは思いますけどね、はい、僕には、分からない魅力を他の人に与えてるから売れてるんだっていうのは思うし、なんかどんどんこう芸歴を積むにつれてやっぱそう思うようになって、まあまあ丸くなってきてるんかもしれないですけど、そう思うようになりましたね。だからこの年なんかそのよくあるんですよ、アンケートとかで嫌いな芸人さんお願いしますとかって言われるのが一番しんどいというか、マジでおらんねんなっていう感覚というか、はい、っていうに なっちゃうというかっていうのはありますね。オーシャンズ TV、 これも名言ですよね。俺は今なんだよね、親父の栄光時代いつだよ、全日本の時か、俺は今なんだよ。俺でもスラムダンクって俺思ったのは、両南戦で終わろうと思ってたんちゃうかなってちょっと思いません？整列だぞっていうのは、両南戦の最後が桜木がスラムダンクで終わってるんですよ、言ったら。そうですね、で、そう、三の線はこっちで終わってるんですよ。俺ここで終わろうとしてたんかな、もしかしてってちょっと思ったんですよね。そう、そう。で、なんかで2回戦で三能と当たるっていうのも変じゃないですか、その普通の王道でいけば。だからもう2回戦だから、ちょっと終わりに行きたかったんかなとかちょっと思ったんですよね、うん、そう、なんか、うん、でもまあ確かに両南戦で終わるとそれはそれで気持ち悪さもあるけど、終わっててもいいやんっていうのもあるし、はい、オンリーワンは、はい、ダサい言葉っすなんかないんすか、その置き換える言葉ヤフーニュースオンリーワン、あいつ今更何言ってんねん。だオンリーワンを教えてくれるってことですもんね、スラムダンクっていうのはね、オンリーワンでいいんだよっていうのをね、はい、オンリーワン教えてくれた最初の、もしかしたら、はい、マッキーよりも前に教えてくれた、スマップよりも前に教えてくれたものなのかもしれないですね、はい、うんうんうん。